はい、こんにちは、グムさんです。マクラーレンホンダ MP4-5 続きですが、前回ね、駅前にね、こんな感じで延長ということでやりました。延長して塗装をねやるということでやりましたけど、まあ1回目からね、これ塗装する前にこれもう延長しといて塗装したら、1回で済むやんかっていう話になると思うんですけど、グムさん、もうここで会えばね、もうそのままでいっとこうと思ってたんです、実はね。そもそもの話っていうかね、元の話に戻っちゃうんですけど、あんまり作り込んでいくというかな、ここまで自分自身はまり込んでいくつもりはなかったんですよ。いつも言ってるように簡単にね、そこそこ綺麗に飛ぶやつなんですけど、思ってたんですけど、やるにつれてね、どんどんね、はまってくるんですね。まあ皆さんね、作り込む方はもうこんな感じはもう普通にやっておられることだと思うんですけど、小村的にはね、まあ、はまり込んでいってるぐらいな感じなんで、はい、ま、で、夢中になり始めているというところです。で、ここでね、そのまま接続書を持ってたやつを、ここ切ってね、でここ穴開くからね、まあ、もちろんここ穴開きを持ってたんですよ、後ろからはね、裏側は開きを持ってたんですけど、これ切ってこうなった状態の時にね、やっていく時にね、これはね、もう完全につなぐもんやと決めてかかっておったので、その時点ではもうこれつなぐと、で伸ばして塗装するという感じの流れになってたんで、やり替えました。はい、でだからこれ塗装とこれやり直して塗装っていうね、2回に分かれちゃったんですけどもね、まあ二度手間やんかという感じになると思うんですけどね、まあね、やり込んでいく順番にね、これから先もね、最初こうやってたのにこうやり替えますっていうやつになっていくと思うんですね、どんどん。はい、まあその辺はね、しょうがないかなとコムさんは思ったんですけど、見てる方はね、まだやり替えるのかぐらいの感じで見ていただけたらなと思います。はい、まあええやんっていうのはね、初めからねこうしたらええよっていうのは分かってるんですけど、ここまででとどめとこうっていう気持ちでやってるやつをね、いざそこまで行ったらね、もうちょっとやりたいっていう気持ちになった時にね、こうしたらええやんかっていうのがね、蘇ってくるんですよね。それをやっていってしまうという流れが今流れなんですけど、はい、まあね、いいですか、やっていきます。はい、でこのね、エンジンはまあこれね、こんな感じですよね。で、そう、細かい塗り分けはまたね、やります。このホコリやね、この辺とかね、細かい塗り分け多少あるんでね、やろうかなと思ってます。そうやな、こっちもそういうことやな、塗り分けね。で、このね、銀色のね、テープ、この前に貼りました。若干傷はありますけど、まあ実写もね、そんな感じなので、模型なんでね、ピカッと綺麗に貼れてたらね、最高なんですけど、まあ、ね、実写もそこそこあるということなんで、これぐらいでいいかなと思ってます。はい、今日はこれはね、お休みということですね。はい、で、続けてね、何をやっていくかと言いますと、エグゾスパイプ言いましたよね、キュアに言いました、こんな感じでできましたよという感じです、この色でね。はい、で、溶接後もね、はい、やるつもりなかったんけど、やったというね、だから、もっと、しっかり作り込めば、もっと綺麗にできると思うんやけど、もう今回このぐらいでね、ええと思いますもんね。はい、で、これですね、このパーツ、ね、薄やりました。まだちょっと分厚いですけどね、このぐらいまで薄々にしましたということです。元々の厚みがね、これなんですね。だから約半分ぐらいにはなったかなと思います。で、もっと薄いね、パネル使えばいいんじゃないかなっていうのもあるんですけどね、ちょっと強度のある薄いパネルね、もしくは空き缶なんか切ってね、金属をそのこういう形状にしてね、つけてもいいんですけど、今回はもうこれでね、いきます。こんな感じ。スースポイント。で、これパーツ、このパーツがここに入るよっていうやつね。こんな感じですね。はい。はい、これ2つね。こんな感じ。4つですね、こんだけ。はい。はい、そしたらね、今日は何をやっていくかと言いますと、エンジン、ヘッドカバー、まずね、出てきてもらいました。今回はね、これだけでいくと思われます。で、ここに細いね、こういうね、線ね。
こう切っておりますね。長さは様々ですけどね、ちょっと長めに切ってるんで、足らなくなることはないと思うんやけど、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 か、ここにもう一個あるの、10ね、これちょっとめっちゃ長いですけどね、10ですね。はい、でまずね、ちょっとこれ避けといてもらって、まずですね、これどっちしようかなと思ったんですけどね、この線をまずこれ通しといてから、これをつけていくんですけどね、これはあの線、ちょっと太めの線をこう刻んだものです。はい、これを、このラインをここにね刺して固定してからこれをはめていこうか、これをまずここに入れて固定しといてはめてこの線を固定しようかって迷ったんですけど、この線をね、この線にね入れて、この線にまず入れてね固定していくことにします。どっちからいこうか、ここいった方が行きやすいかな。この線をまずね、ここにこれをつけて、ここにつけてからことにします。もうこんなね全然見えないです、もう勘ですよほとんど。あ、入ったね、出ないでね、入ったやつ入ったやつ出ないでねっていうね。この太さはね、この黒い方の線もねそのままで入るぐらいの太さはあるんですけどね、入りましたよね、入るぐらいの太さあるんですけど、ちょっとこれ残しときたいということで、こんなもんかな、はい、入れましたね。どんどん入れていきます、こうやってね、こっちから行こうか、こう入れようか、さっきのやつも反対にします。後のね、作業に、入れんのがね、あとどこ行っちゃった、こう落ちたんかな、入れんのが入れにくいんで、やっぱ針金の方から行った方がいいな。この細い線もね、これずいぶん前に買ったやつがね あったんで使おうかなっていう感じでね、画像ではほとんど見えないですよね。で、これをね、こっち側やっときます。ちょっと遠回りになるんですけど。こんなもんかな。さっきのやつもね。もうちょっと長くてもいいね。はい。まあ、その辺はちょっとまた後で微調整しようかな。これはもうコムさんのね、老眼との戦いなんでね、動画的にはね、コムさんの老眼 の時間やなっていう感じになっちゃうと思うんですけど、あ、入ったね。これはね、糸通すより、針の穴に糸通すより難しい、だからもう抜けてほしくないね、一回入ったらね。はい、難しい。ちょっと長めのやつも入れていこうか。長いやつはね、また切って再利用できるんで、ね、いいかなと思ってます。これ飛んじゃった、もうちょっと我慢してよ
これね、通しときなさいよっていう話なんですけどね、こういう作業をしているところもありますよっていうね、ところを見ていただくと、もっとね、ちゃんとしたパーツ使えばね、こんな苦労はないんですけど、あり合わせのね、パーツでできるだけやっていこうかっていう感じでね、はい、やりますので、こんな感じになっております。あり合わせですね。お、だんだん上手になってきたな。まだ終わりじゃないよね。だいたいね、上達してきた頃にね、終わるんですよね、こういう作業ってね。2、4、5本、あと5本で終わるやん。これ通しては見るもののね、短かったらね、どないもならないな。もう一回やり直さなあかんな。上手になってきたな。そうそう、ここのね、余りの分があるんで、ちょっと短いかな。長いやつで、全部長いやつにしといてね、切って使うようにした方がマシかもしれないね。節約っていうのもいいけどね。ちょっと後の作業のこともね、考えていかなきゃあかんからな。はい、もうちょっとの辛抱です。今日の動画はコムさん老眼と戦うの動画やね。老眼と戦うっていう動画。このちっちゃなやつね、つまむぐらいはね、つまめるんですけど、これすらね、見えにくいというか、あんまりピンセットの方も力入れられないんですよね。ピンセットの方も力入れちゃうとね、潰れちゃうんですよね、この差し込んでる方がね、はい、おお、今の上手だったね。一発で映ってたかな。見えないね、こんな細かい作業して何やってんだろうって感じですね。ですよね。はい、これで、まあ10本できたと思うんですけど、1、2、3、4、5、6、7、8、9本でした。これちょっと短いな。もう一個長い方使おうか。なんか前回の動画でこれ切ってるシーンとかやったんかな。やってなかったかな。もう一個短いんでね、長いの使います。なんかのあれですね、タイミングでこれ切ってましたよね。これ使っていこうかなって。はい、ということで、この短いやつを、この一番短いやつをもう一回通し直すか。これいけるかもわからんから、もうこのままいこうか。どれや、これが予備にしとこう。じゃで、これ10本目ね。なんか分からんけど、カメラ勝手に止まりました今。最近よくあるんです、勝手に止まるの。熱持って止まるっていうわけでもないんですよ、今までみたいにね。なんか勝手に止まるんですよ。はい、通しました。10本、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10本ね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10本。はい、で、今からね、ここにマスキングテープをちょっと貼ってね、養生ですね、養生で、これいこうか。あ、こっちがでいいか。これでいこうか。液状ね、液状なんで
すぐどっか行っちゃうか、すぐ乾いちゃうか、もう少しあったらいけると思うんですけど、これで、爪楊枝を細く細く切ります。一緒でいいかな。そして、このね、この線持つの、持つのもね結構辛いですよ。これ結構辛い。ここにね、ちょんとつけていきます。ちょんとね、一つ一つつけていきます。で、これで止まってくれると思うんですけどね。ああ、そう、あの前にも言ったと思うんですけど、コムさんね、あの左も使うんですね。右手と左手両方使えるというかね、多分これで止まってくれてると思うんだけど、ピンセットはね、まあ、左でも使えなくないんですけど、器用に使うのはピンセットは右しか使えないんですよ。器用に使うとした場合はね、左、あの右しか使えないんですけど、まあ大体ね、皆さんあれですよね、どっちも使われると思うんですけど、順調に止まってくれております。こんな感じね。はい、できました。はい、続きですが、そしてね、ここでね、またちょっと報告というかね、変更点なんですけど、これ動画ずっとシリーズ見ていただいてる方はね、これ見ていただいたと思うんですけど、これ削って削ってね、こんな感じで作ったんですよね。うん、まあそこそこ見れるやろうっていうところまで作ったんですよ。はじめこれでも満足してたんですけど、いいんですよ、これでも全然いいんですよ。もうパッと見うまくできてるんでね。ただね、ちょっとね、こっちを使おうかなと。形状から言うとこっちの方がね、いいんですよ。ただね、ちょっと違うんやけど、これね、いい感じなんで、これを使っていこうと思います。はい。で、これをね、塗装してなあかんのですね。はい。4ついるんですよ。4ついるんで。このまま塗装してもいいんですけど、もうどのみち切らなあかんしな。どうしようかな。このまま塗装しようか。このまま塗装するには、マスキングして、4つね。はい、チタンゴールドですね、拭いていきます。で、部分的にはね、チタンゴールドなんですけど、差し口というかね、パイプのところはね、黒なんで、はい、まあ一応チタンゴールドに塗装しました。はい、そしたら続きです。続いてね、やっていくんですけど、どうしようかな、これ使うか、あ、まあいいか。この裏側、
配線はね、こっからこっち向きにこう刺していくんですけど、このね、だいたいこの辺か、分かりにくいけどね、あの GP クリアを忍ばせておきます、この裏側に。あとね、またあの綺麗にするんで、この辺もね、ざっくりいっときます。こんな感じかな。はい、そして、こうですね。あーっと、手についちゃった。こうですよね。こう刺していくので、あ、そうか、まずこれ切らなあかんな、さっきささっと切ろうか。はい、あ、まあいいか、線やってからでも切れるね。さっき線やります。ちょっと邪魔にはなるんですけどね。あとは、配置やな。短いのがここやな。この一番短いやつをここに使っていきます。これまたね、老眼との戦い。ここですね。ここにね、あ、入りましたね。あの、ここにね、あの、線入れるためのね、穴を開けてあるんですよ、このさん実は。このシリーズも見ていただいている方はね、分かっていただいていると思うんですけど、でこうね、ペタッとこの GP クリアに持ってもらいます。で、これなんですけど、さっき通してたやつはここのね、これも削ったんですよ。初めからあるモールドがちっちゃすぎるんで、で、薄すぎるんでね、線をこう、ごつかったらね、こっちからこう穴開けて通せるんやけど、薄すぎたんで一回削ったんですね。それの、あの、再現するために、このね、ちっちゃいやつをこの線に通したというところなんですけど、で、このね、先通すかどうするかって迷ってたのは、こうやってつけとくと、ここで止まってくれるんでね。で、このちっちゃいやつを後でつける場合は、この線を刺していって、ここで固定しておいて、これを通していくっていう作業やったんですけど、やっぱり先つけた方が正解でしたね。うん。これは正解やったなと思います。これで。はい。こんなに長くは線いらないと思うんですけどね。しっかり奥までね、ギュッと入れておきます。あとね、この塗装先してるんで、塗装を傷つけないようにね、注意が必要やと思いますね。で、ちょっと結構長めのやつを、ね、一番こっちにやっておきます。これもね、もう短いのでいけるかもわからないんですけど、都合上ね、あの、後の都合ね、なかなか手につかないな。できるだけこっちへ引っ張りつつね、長すぎたか、あ、これあれやな、くっついてないね、ちょっと、しかもホコリがついちゃってんだ。よし、ホコリ取れました。で、瞬着がこれだけね、ちょっと突き甘いやつは何個かあるなと思ってたけど、これだけついてないですね、やっぱり。ちょっとね、GP クリアを取って、よし、こう、すくうようにして、
これ着いたかな、はい、着きました。で、一番こっちの方が一番短いのでいけるのかな。はい、こんな感じね、通しました。で次ね、こっち行きます。GP クリアですね、まだ。GP クリアはまあ、固定するのもありますけどね、仮止めの意味合いもあるんで、邪魔になったら取ってしまうんでね、このままつけられてたらね、このままでいきますけども、はい、そしたら、一番長いやつがここね。で、次次がちょっとつかみない、次ここね。何か障害物があるみたいですね。このね、穴の中に切りくずがね残ってる場合があるんで、しっかり取ってはいるんですけども、残ってる可能性があるんで、ね、で、次は短いやつ。これ一個一個別にねくっつけていかなくても、後で全部一気にいってもいいんですけど、抜けたらねまたもう一手間かかるんで、さっき止めてます。あと GP クリアがね固まってくるんでね、どん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  GP クリアっていうのはほんま固まるのは早いんですよね。まあ、瞬間ではないですけど、どん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 固まっていくっていうか、よいしょ、着きましたね。こんな感じ。これで完全にね止まるまでまあ待っときます。よし、こんな感じですね、できました。そしたら次ですが、はい、次です。これね、このパーツ、チタンゴールドですね、チタンゴールドに塗りました。で、本来ねここまで使ってもええのかなと思うんですけど、今回使わないんで、この、ね、根元までね、使い道ですよね、こっからこっち、ジョイントから出すっていう感じにするんやったら、ここまで切ったらいいしね。今一応ここで切ります、手前でね。そうしたらこのパーツまたね使えるんで、こうですね、こう、4つで
ですね。切りました。で、これをね、次これなんですけど、このパイプを使っていくんですけど、このパイプの一応ね、これ加工はしてるんです。直角のやつね、2つと、接続のやつがまだできてなかったのかな。接続のやつがこんな感じでこうね、刺していきます。こうギュッとこの先を広げるんですね。ちょっと細いんで、でこの先広がったとこからこっち向きが細いパイプになりたいんで、これをね細くしようと、ちょっとこう軽く引っ張ってもいいんですけど、まあまあこのぐらいの太さやったらいけるんで、一応こんな感じで置いときます。あんまり引っ張るとねちぎれちゃうんですよね。このビニールねちぎれやすいんで、はい、でギューッと押し込んで、この口のところを広げといて、で引っ込めておくと、でこんな感じでね広がりますので、もう一個作っとこうか。これでいいかな。このめっちゃ細い、めっちゃ細いでしょ、めっちゃ長いやつの、ね、端先端に作っといて、切った時にねそれ使ってもいいんですけど、一応もうね余分に作っときます。で一つずつやっていきましょうかね。これ向きどっちがどっちだったかな。こういくかな。だからこのねまっすぐの長いやつが、長いやつっていうかな、このぐらいのやつですね。どの道で途中で切っちゃうんでね、これをここに刺していきます。こうね。でもうあの実写の画像は割とね、こう奥まで入り込んでるというかな、こうソケット状態になってるんでね、なのでグッとね差し込みになってるんで、それを表現していこうかなというんで、この先端広げたんですけど、まあ入るとこまで入れといて、であとまあ入らんとこ、まあちょっと足らんなと思ったらそこ黒く塗装します。先端をね、もうちょっと広がってくれたら結構入るんやけど、まあこんな感じかな、こんな感じですね。これをね瞬着を、ほんまはね瞬着先につけといたらいいんですけど、 GP クリアなり瞬着なりねつけといたらいいんですけど、よいしょ、まあ後でちょっと塗装もするのでいいかなと。あんまり塗るとね、目立っちゃうんでね、こんな感じですね。で、地べたに置くと、挟むのもまずいしな、地べたに置いていいか、くっついたらまずいんで、乾くの持ってからね。そしたら次、同じ作業をね繰り返していくことになるんですけど、ちょっともうちょっと広げるやつ作ろうかな。よくいったね。はい、良い子は真似しないでくださいね。これね熱します。この先端ちょっと熱してすぐにね
もうすぐ冷めちゃうんだよね、これは。刺すと指やけどしないように注意してください。ちょっとまあね、あったまりでこうなお伸びてくれるというかな、広くなってくれる。で、あのこれ直角の作る場合はこうしといて、あのここをね、これを熱するんですね、火でグーダブル。そしたらね、全体が柔らかくなって、ここでねグニャーっと折れてくれるんですよね。もう直角のやついらないんで実践でやればよかったんですけどね、直角のやついらないんでもうやらないですけど、はい、これ向き間違うことはあかんのでね、まずこれね、これちょっとやめときます。 こんなものでもね、パーティングラインあるんですよ、さすがにね。パーティングラインっていうのかな、なんかバリみたいなのがあるんですよね。粘着つけといて、もうちょっと刺さってほしいんやけどな。あ、いったいった、行きました。よかった。あの、狙ってるところまで行ってくれましたね、これ。よいしょ。よかったね、これで。はい。そしたら次ね、そうだな。同じ作業を繰り返すんですけど、あんまり厚すぎるとね、溶けてくっついちゃう。と、指やけどしちゃうね。気をつけてください。注意してね。まあ、熱し、あの、油なくてもね、割と開くんで、こうやってギューッと入れていくとね、だから別に無理しなくてもいいんですけど。よいしょ。そしてこれもね、こっちだね、こっちは先端につけようちょっとね、これでくっついてくれたらいいんだけどな、しっかりと。直角の方もこれでいいか。問題はね、こっちよりね、逆の方なんですよね。逆の方ちょっとね、太いんで。よし、これの方が綺麗につくね。はい。そして、逆の方なんですけどね。逆の方は、この直角のやつね、入るかちょっとテストして。入るね、しっかり入るね、しっかり開けといたんでね、粘着つけて、
ちょっと急ぎましょうね。よいしょ、着きました。こんな感じです。はい、これはねむっちゃ長いんで切ります。これはねさすがに切ります。これはあのめちゃくちゃ長いんで、だからはい、そしたらね直角の方ねもう一個のつけていきます。はい、はい、そしたらこれね次のやつねいきます。こんな感じね。で今ファン回してますけどね、これですね促進剤手にかかっちゃう。あ、映ってないね。ここでやろうか。はい、こんな感じね。映ったかな、今。そしたら、ちょっとね、もうちょっと長いやつ入れときますね。これね、普通にこんな感じの針金の皮なんですね。こう、爪でこうやってね、ピッてやるともう切れて、抜けてくれるんですね。で、ちょうどいい太さなんで、いつもこれ、コムさん気に入って使ってるんですけど、ね、最近は全然もう使ってなかったんですけどね、だいたい気に入って使ってますこれ。めっちゃ長いね、これ多分ね、切って他のとこ使うことになると思うけど、さっきのあのチョコのやつももうちょっと広げたかったなこないして、分かってたんやけどね、もうちょっと開くでっていうのは。はい、これで入ってくれました。こんな感じね、これで固まりますね。はい、はい、こんな感じでね細切りのティッシュをね、準備しました。これはあのね裏側を強化していこうかなっていうやつなんですけど、これはねあの有名なあの有名 YouTuber さんがねやってたやつの応用編ですね。はい、コムさんもやり始めの頃よく見てたので、こういうところでね応用させていただくんですけども、はい、あの勝手にやってるんでねあのいいですかとかもなしにね勝手にやってるんでね申し訳ないんですけど、はい、ね、これちょっとね先にここにちょいちょいとねつけておきます。ちょっとだけちょいちょいとで、これをここにちょいとつける。そして、歪まないようにね、歪まないように、歪んじゃったか。あ、いけたね、いけましたね。さっさとこれはね、あまり気づけると表側が歪んじゃうんでね、これをここに塗りつけていく。あ、もうこれをそのまま行った方がいいかもしれないな。そのまま行こうか。ちょいとつけて、あんまりがっつりつけちゃうと厚みが邪魔するんで、厚みが邪魔しない程度に、つけていきます。で、こうね押さえ込むと、邪魔なとこがあるとまた削らなあかんくなるんで、
こうやっといて切った方がマシだね、後でね。釣ってるかな。そんなね、春菊もそんなにね、すぐに固まらないんで、ね、落ち着いて抑えるぐらいの時間はありますのでね、こんな感じで抑えていきます。しっかりとね。で、この時に、ぐーっとね、厚みを増さないようにぐっと押さえておきます。これでも邪魔にならないでしょう。邪魔になったら押さえるか削るかね。はい、こんな感じで強化しましたね。こっちもやっていきます。この時にね、ぐーっとね、くっついててくれたら一番いいんですけどね。これちょっと邪魔、長すぎるんで切ろうかな。ああ、ハサミで切れないな。よし、そして。たっぷりつけておこうかな。もうね、これどうせつけないとね、もったいないんで、たっぷりつけて、それからこれをちょっと幅狭かったかもしれないね。もうちょっと太くてもいいね。あんまり長いと邪魔になったんでね、さっき。ここちょっと切っておこうか。このぐらいね。で、よし、あんまり他のとこつかない方がね、他のとこついちゃうと干渉しちゃうんでね。こんなもんかな。あんまりね、厚みも足してもあかんので、よいしょ。つまようじがええ加減、もう粘りを持ってきてね、くっついちゃうんですよね。逆に粘り持たないように、よし、うまく伸びましたね。こんな感じで、こんな感じでいいんじゃないでしょうかね。これで、シュッシュってやったらいいんですけどね。シュッシュってやろうか。こうやって、ここ持ったらいけるかな。ちょっとパン回さなかな。ちょっと押さえたらんので、もうちょっと押さえます。いいかな。もろに今手にかかっちゃいましたね。まあまあよしとしよう。で、こんなもんでしょうかね。ああ、映ってないな。映ってなかったな。
もろに手にかかったやつも映ってなかったっていうことな。よいしょ。はい、これね、あの匂いマシなやつなんやけど、手にかかるとね結構匂いするんです。はい、だからねかけない方がいいですね。まあすぐ消えるんですけどね。はい、はい、そしたら、はい、ということでね、今日は残念ながらここでね時間来てしまいましたので、今日はこれで終わっておきたいと思いますが、こんな感じでね、まあ下準備ですね、下準備できましたということで、こんな感じでエンジンね、パイプとこのね、パーツ作ったという、これは前回ですけどね、はい、作ってますよっていうね感じでやっておりますが、今日はねこれの辺で終わっていきたいと思います。はい、またね次回頑張りますのでよろしくお願いします。で、いつものお願いとして、コムさんのねチャンネル登録どしどしよろしくお願いします。で、ね、応援メッセージとかね、ご意見ご感想で、いいねいいねね、ポチッとよろしくお願いします。はい、下準備ですけどね、まあこれこう作って組みましたっていう上がりの方でね、上がり方で動画やったらね、視聴者さんもね見やすいというかね、手っ取り早く見れるんでいいんじゃないかなと思うんですけどね。はい、コムさん動画ということで、こんな感じで、まあね、今日はこんな下準備をこんな感じでやりましたという感じの動画になりますけどね。はい、まあ気長に付き合いしてね見てください。まあ次回ねまたこの続きをやっていきますので、うん、どうなることやらね、うまくいくのかいかないのかっていうところですけどね。はい、まあやっていきたいと思います。はい、はい、ということで今日はこれでね終わっていきたいと思います。マクラーレンホンダ MP4-5 でした。お送りしたのはコムさんでした。それではまたね次回お会いしましょう。さよなら。